ランガスワーミナタラージャ・ムダリアールは、インドの映画プロデューサーで、タミル語映画の父と呼ばれている。サイレント映画制作のパイオニアであり、自動車のスペアパーツ販売業から映画制作者へと転身して、マドラスにインド映画会社を設立した。彼は1917年に、南インドで最初のサイレント映画となる、ケイチャカワダムを制作して、成功を収めたが、 1923年に息子を火災事故で失った後に引退した。マドラスカンクベールールの裕福な家庭に生まれる。父は経済的に成功した商人であり、ムダリアールは学校を卒業後事業を立ち上げるため、マドラスに移住した。その後、いとこの SM ダルマリンガムムダリアールと共同で自動車販売会社はストーンカンパニーを始め、 会社は1911年にアメリカ産自動車のスペアパーツ輸入会社ロマールダンカンパニーを買収して事業を拡大した。それ以前はアメリカ産自動車を販売する会社は一社しか存在していなかったため事業は成功を収めた。彼は1000ルピーで自動車を販売し、アメリカ産自動車を販売する最初のインド人となった。彼は写真に興味を抱いており、 その興味は次第に動画へと変化していった。ムダリアールはダーダーサーハバパールケイが制作した作品を鑑賞して映画に興味を抱くようになった。当時イギリス人監督がインド総督兼副王を務めたジョージ・カーゾンのドキュメンタリー映画を制作しており、ムダリアールは撮影監督の一人であるスチュアート・スミスの下で撮影技術を学んだ。彼は 撮影技術を学んだ後、1917年に映画制作会社インド映画会社を設立した。彼はビジネス上の友人たちから出資を募り、マドラスプラサワルカムのミラーズロードに映画スタジオを設立した。1917年にケイチャカワダムの制作をはじめ、ムダリアールは監督、プロデューサー、脚本、撮影監督、編集を手掛けた。 映画は6000フィートを超えるフィルムの長さとなり、南インドで制作された最初のサイレント映画となった。同作は工業的に大きな成功を収め、映画のタイトルカードは、マドラスの著名なイシュグルスワーミ・ムダリアールと、大学教授ティルベンガダ・ムダリアールが英語とタミル語で書いている。ヒンディー語のタイトルは、マハトマ・ガンディの息子、デーブ・ダース・ガンディが書いている。 同作の成功によりムダリアールは歴史映画の制作を企画するが、投資家との間に意見の相違が生まれた。さらに映画スタジオで起きた火災事故で息子を失ったことで引退を決意し、映画スタジオを閉鎖した。ムダリアールの制作手法は、テルク語映画の父ラグパティベンカヤーナインズの息子、スーリア・プラカーシュ、マラヤーラム語映画の父、ジェイシー・ダニエルに影響を与えている。 ありがとうございます。